はい、どうも、鈴木です。今回からですね、逆転裁判2っていうゲームをやっていこうと思うんですけど、これまあ、裁判のゲームやねんけど、俺逆転裁判シリーズ一切やったことないのよ。で、やってみたかって、で、やっとできるね、うん。で、これ初めからでいいんかな。初めからで、第1話、失われた逆転でいいかな、これで。どういうゲームかも全く知らん。お、何？てりりー。なるほど。はぁ、あ、はぁ、あ。くそ。なんで僕がこんな目に。なるほどっていうのが主人公？誰や？そこまでや。もう逃がしはせぬぞ。うん。なるほど、龍一。名前が、名字がなるほどっていう名前なの。誰あいつ、でっかいじじい。一体僕が何をしたというんですか？あなたを生かしておくわけにはいかない。でも僕はただのしがない弁護士ですよ。これがだから主人公だよな。問答無用。あなたを弁護士とは認めません。なるほど、龍一が主人公やな。叩き落とされた。何これ。どういうこと？9月8日午前9時8分。地方裁判所。被告人第一控室。ほうほう。あ、これがなるほど、龍一や。サラリーマンじゃねえわ。弁護士や。ひどい夢だった。もしかして、この着信メロディーのせいか。ああ、開廷前に居眠りなんてするもんじゃないな。夢か、今の。チンは？あれ？切れちまったか。やれやれ。やっと見つけたよ。誰、展開が早い。誰？え？だ、ちょっと待って、早いって展開が。危ないところだったぜ。ん？え？主人公、殺された？悪く思わないでくれ、先生。何が起きて？同日数分後、地方裁判所、被告人第一控室。え、一緒じゃん。同じ場所じゃん。お、警備員が、なるほど。あれ？生きてんな。頭がズキズキする。それになんか、霞がかったような。なんやお前。おはようございます。うわ。はあ、おはようございます。どうしたんですか？元気ないですよ。うっさ。こいつ元気ありすぎやろ。人間、朝一番が肝心です。ほら、ファイト。すまないけど、怒鳴らないでくれるかな。なんか、頭が痛くて。さっき多分消火器で殴られてたよな、この人、主人公。全然意味わからん。金髪のお兄ちゃんに。はっ、了解しました。この人は警官？警察官？なんか、赤い羽めっちゃついてるけど、この人募金めっちゃしてるってことかな、もしかして、この女の人。この赤い羽って募金したらもらえるやつよな。赤十字がなんかに。5回も募金しとるわ、こいつ。今日だけで。あの、何か。は、何かと言いますと。いや、君、父兄さんでしょ。うん、父兄さんでしょ。何か僕悪いことでもしちゃったのかなって。何を言ってるんですか？うるさ、こいつ。500回になるのは、私の方ですよ。え？今日は、鈴木真子、なるほどさんに、この命を預けますからね。命。約束してくれましたよね。必ず無罪にしてくれるって。え、この人警官やのに有罪判決食らった。なんか無罪。あらゆる弁護士に見せられてもうダメだと思ったその時、僕に任せろの一言。あの、なるほど龍一がっすよ。な、ちょっと待って、な、漢字がむずすぎてこいつめ。なるほど龍一やな、こいつな、うん、めっちゃ感動したっす。涙したっす。すげえ、めっちゃぬるぬる動くやん。鈴木、一生忘れないっす。お前、俺と同じ名前やんけ。何を言ってるんだ、この子。実は鈴木、法廷マニアっす。特に、なるほどさんの大ファンっす。このなるほどって人は、弁護士として結構売れてんのかな。暇の時はよく、傍聴に、漢字がむずい。やばい。これ俺の結構苦手なゲームかもしれない。漢字がむずいっていう。どうしたんですか、さっきから。私の顔ばっかり見て。鈴木、ちょっぴり照れてるっす。あ、ごめん。これを尋ねると偉いことになりそうだけど、悪いんだけどさ、どなたでしたっけ、君。ええー、なるほどさん、それはないです。被告席に立とうという女の子に、そんなジョークをかますなんて、消火器のせいで記憶喪失になったんかな。ひどい。いや、それが弁護士のすることっすか。鈴木、信じられないっす。うっさ、もうこいつ。いや、だから、人違いだよ、弁護士なんて。だって僕は、何ですか？
なるほど、やっぱあるよな。曲喪失になってるからお前。僕は誰だ、な、何も思い出せない。あ、やっぱり殴られて曲喪失になってんよ、さっきの消火器で。係官、そろそろ開廷のお時間です。被告人と弁護人はすぐ法廷に入りなさい。ほら、もう時間ですよ。よろしくお願いしますね。こいつ何の罪でその有罪判決食らいそうになってんの今。これってやっぱり記憶喪失ってやつだよな。とにかくこれまでの話をまとめてみよう。とりあえずどうやら僕は弁護士らしい。今から改定するっつってのに、どうやら僕は弁護士らしい。もう無理でしょ、勝てないでしょこんなん今から。そしてこの子を無罪にするなんて、そんな無責任な約束をしてしまっているようだ。いや無理でしょこんな。誰か教えてくれ、これは一体何の冗談なんだ。しかしそれはあらゆる意味で何の冗談でもなかった。無理やん、罪ちゃんこれ。大丈夫、いけるこれ。同日午前10時、地方裁判所第2法廷。おーおーおお、ほんまに裁判。では鈴木真子の法廷を改定します。あ、でも漢字は違うんや。その漢字で鈴木って書くんや。裁判長ってか、なんかカタカナで書いてあるの可愛いんだけど、なんでここまで全部漢字やのに裁判長カタカナなの。アウチ。警察側の準備完了しております。検察か、あれ。どうしましたか弁護人。え、あ、もしかして僕ですか。他に弁護人がいますか。いないのかな、やっぱり。で、どうなんですか、できていますか準備の方は。まあできてると言うしかないんでしょう。とりあえずは入っていっておくか。できていますね、はい。って待てよ、彼女命を預けるとか言ってたよな。いい加減なことは言えないぞ。死刑ってこと。すいませんけど、実は僕記憶がですね。弁護人の都合は聞きません。被告が、婦人警官ということでこの事件は注目されています。したがって迅速に解決しなければならない。まあそうよな、警官がまあ法廷に立ってて、でしかも命を預けるってことは死刑になるの。そういうことではない。前もってそう言ったでしょ。忘れたとは言わせませんよ。忘れたと言わせてくれ。ではアナン刑事、冒頭弁護をお願いします。アウチや。はっ、ご存知のように被告人は恋人を殺害した罪に問われて。ほうほうほう、しかもその恋人とはあろうことか自分と同じ警察官だったのです。警察同士が被害者で加害者なんや。警官を、君そんなひどいこと。私じゃないですよ。それにその別に町尾さんとは、これ町尾さんでいいかな、恋人とかそんなんじゃなかったっす。とにかく検察側は、被告の犯行を完璧に立証するでしょう。まあもうほぼほぼ勝ち目ないですね。記憶喪失なもんで弁護人が。わかりました、では早速最初の証人を呼んでもらいましょう。久しぶりですね。なるほど君、お知り合いか、アウチや。どれだけ成長したか私が見てあげましょう。胸を借りるつもりでかかってきなさい。はあ、誰なんだよあんたも。まあそうなるよな。では糸のこぎり刑事を入廷させてください。ちょ、わからん、名前がぐちゃぐちゃやこいつら。さあお願いします。なるほどさん、逃げ場なし、覚悟を決めるか。覚悟決めてどうにでもなるような問題ちゃうやろ。あ、この人があれ証人か。証人、名前と職業を。自分は糸のこぎり圭介っす。糸のこぎり圭介って名前なの。糸のこぎりって名字あんのかな、ほんまに。圭介はシンプルだけど。おい、なんて書いてあんねん、こいつ。なんで裁判長がカタカナやのにさ、圭介。おい、やめへんって、これ。ああ、ググってきました。所轄省やって、所轄省。所轄省の殺人事件捜査担当の刑事室。元気がありませんね、証人。その、被告の真子巡査は自分の部下だったっすから。部下だったの、あの刑事さんの。はっ、研修時代に面倒見させてもらったっす。鈴木、一生忘れないっす。素晴らしい、デカっす。どうやら喋り方に教育の成果が見られるな。では刑事、まず軽く事件の説明からお願いしましょうか。了解っす。俺も事件知らんからな。事件は我々の署の近くのワンパック公園で起こったっす。被害者は、派出所の警察官、町を守るね。うん、おそらく上のベンチのあたりから突き落とされたっす。これどんな場所なの。
俺策してないのこれ。崖の上やんなこれ。崖やんな。公衆電話があって時計があって、その上に崖みたいな感じであって、その後ろに多分ベンチがあるやろな。なんで策ないの。策あるんだこれ。全身を強く打って首の骨が折れたっす。詳しいことは昨日の皆さんに提出した報告書に。ああ、そうですね、この解剖記録ですか。もらった覚えないんだけど。この報告書によると死亡推定時刻が嫌にはっきりは分かってますね。被害者の腕時計が転落の際に止まってたっす。解剖の結果とも一致したです。一致したので、ビシッと時間が分かったっす。では裁判長、本日はこの現場の写真を提出いたします。はいはいはい、わかりました、受理しましょう。裁判ってこんな感じで始まんやな。承認して提出したりって知らんかったわ。証拠1、写真データ法廷記録にファイルした。はいはいはい、難しいな。それから昨日の予備尋問の際に、ちょっと待ってな、いろいろ見てみっか。その前に弁護士バッジ、僕の身分を証明してくれた人か、これがなかったら弁護士になれんよな。携帯電話、うん、記憶にないけどポケットに入ってた、これか。死亡推定時刻は9月6日の午後6時28分。死因は全身打撲と首の骨折。はいはい、町を守るの解剖記録ね。で、メガネ、死体の下から発見された付近に、近視用のレンズのかけらも落ちていた。近視用、あれやな、近いとこは見えにくくなるっていう。現場の死に被害者は上の、遊歩道から転落した。あ、詳細で見ることができる。で、これが写真と。ちょっとこのメガネ怪しくない？近視用のメガネってことはさ、近くの人が見れへんかったわけやろ。別にじゃあさ、あの鈴木がさ、あの落としたって証拠が、まあこれから出てくるのかな、それっぽいものが。まあ死んじゃってるからさ、まあ、近くで見たとしても聞けへんからな、町尾にはもうかなり重要な証拠品についてお話がありましたね。はい、そうっす。そうでしたっけお前ちょっとあのもう空気、お前そこはちょっと空気を流れて気に、そうですって言っときよ。何ですか、あんな重要なことを忘れたと。死体の下から重要な証拠品が見つかったでしょ。そうなの？何言ってるんですか。なるほどさん、それがその緊張してるせいか、ちょっと緊張してるせいかちょっと忘れちゃって。そんな素人さんみたいなこと言っちゃダメっす。了解っす、この鈴木一肌脱ぐっす。脱いでくれるんですか法廷で。それは別の罪で捕まるような気がするんですけど。そういう時は法廷記録を見るといいと思います。あ、見ちゃったさっき全部。法廷記録、そうっす、証拠品や関係者のデータが全部揃ってるっす。あ、これでも記憶喪失になったことによって、こう、なんやろ、スッとさ、チュートリアル入ってくんじゃん。これでも結構できてるような、よく。こう、じゃあもしかして、逆転裁判毎回記憶喪失になってんのかな。記憶喪失になったことによって、初めて遊んだ人も、こうやっては、裁判進めていくんやっていうのが分かりやすい。A ボタン、R ボタンか。R ボタンでいつでも見られますからね。あ、人物ファイルもあるやん。鈴木箱22歳、僕の依頼人、婦人警官という他に何も思い出せない。はい、町を守る巡査で事件の被害者、被告は鈴木真子とは恋愛関係にあったらしい。おお、8歳差か、まあ別にそんなない。アウチ竹信、この事件の担当刑事、推しが弱くなんとなくパッとしない男ディスってるだけやんこれ伊藤の小切圭介、所轄署の、刑事、殺人の初動捜査を担当。はいはい。通称、糸の子デカ。糸の子デカね。オッケーオッケー。これが人物。で、こっちが、証拠品と。オッケー。R ボタン、詳しいね、君。これでも、不計算っす。そしてさらに、法廷マニアスから。弁護人、はい。審理中です。おしゃべりしない。裁判長ってこんな感じなん？喋り方、こんな優しいの？おしゃべりしないみたいな、あれ。言い方してくれんの実際は。すいません。とにかく法廷記録はチェックしておいた方が良さそうだな。R ボタンだっけ？念のため弁護人に聞いておきましょう。被害者の下の下から発見されたのは証拠とは何ですか？まあ、メガネやな。さっき見たし。それはもちろん、壊れたメガネですね。その通りです。うん。突き落とされた瞬間、被害者は犯人のメガネをむしり取ったっす。突き落とされた瞬間、被害者は犯人のメガネをむしり取った。はあ。そしてそれを握りしめたまま転落したっす。はいはいはい。なんですかその冷たい視線は。君が今かけているそのメガネは？
これは確かにスピアのメガネっす。でも現場にあったメガネは私のじゃないっす。え、君のじゃない。あ、このメガネ俺被害者のやつかと思ったら加害者側の方なんや、メガネ。あ、なるほど、転落する、危ないってなった瞬間、その被害者、加害者のメガネを、だから松尾が取ったんや、町尾や、町尾が取って、でそのまま転落してぐしゃってなったんや、メガネが。私のは事件のあった日、ゲーセン、偶然踏みつぶしちゃって、偶然その手うざいな、ひらひらすんの。裁判長、証拠はメガネだけじゃありませんぞ。ほう、それはすごい。さらに決定的な証拠があるのですよ。なんや。よろしい。では、その証拠について証言してもらいましょう。やべえ、めっちゃ面白いかもしれん、このゲーム。証言開始。決定的な証拠。ふんふん。証言中。死体の下から見つかったメガネよりさらに強力な証拠があるっす。何があんの？被害者はデート中ベンチのあたりから突き落とされたっすが、その際、犯人の名前を地面に書き残したやつ。あ、ダイイングメッセージ？あー。結構おいおい、そんな余裕ある感じで鈴木って書く余裕、せめてカタカナとかさ、 S とかさ、こんながっつり生きてたんやな。落ちた瞬間メガネもしっかり取って、転落してがっつり生きてたんや。この感じで鈴木って書けるってことは結構ガッツやし、でも漢字が違うのよな。いや、もし恋人ってなったら漢字間違えるかな、恋人の。これ、ワンチャン俺かな、この鈴木。俺が落とした説あんぞ、ベンチから。はっきりと被告の名前が鈴木と書かれていたす。この証拠とメガネ合わせて彼女を容疑者として逮捕したす。あまりにも当てはまってんな。裁判長、これがその写真です。こんな。こんながっつり書くかな、鈴木って。これは確かに鈴木と書いてありますね。違うんですよ、裁判長。カタカナで鈴木って呼んじゃダメです。これ漢字で書いてるのがミソっすよ。この写真を証拠として提出したいと思います。わかりました。受理します。裁判ってこうやってこの、提出します、受理します、提出します、受理しますって進んでいくのかな。メガネだけでも十分怪しいのに、名前まで書き残されてるじゃないか。被害者に。ただ、じゃ、だから、あのメガネは私じゃないです。じゃあ、鈴木の方は？ワナス！これはもう、陰謀っす。まあでも、鈴木って感じが違うのがちょっとね。じゃあ、弁護人、尋問をお願いします。尋問？いよいよ本番っすね。鈴木、期待してるっす。と言われても、何をすればいいのかな。ええー、らしくないっす。いつもの、なるほどさんなら今頃もうガンガン証人を締め上げてるはずっすよ。締め上げるってどうやって？もしかして逆転裁判2やからさ、これ1の時はもっとなるほどってこう、なんやろ、有能な感じでバスバス言ってたのかな。仕方ないっす。なるほどさんのピンチ、ここは鈴木一肌脱ぐっす。検察側の証人たちはみんな何かを隠していたり、時には嘘をついていたりするんです。そんなありな、裁判所で嘘つくとかいいの？大丈夫な？嘘？でも、あの、刑事さん、上司なんだろ、君の。本人に嘘をつきがなくても、思い違いということが、あー、なるほどね。俺と同じ。なるほど、俺と同じ。感じで、うん、そうやな。あー、なるほどね、ってなるよね。あー、そっかそっかって、勘違いでも嘘って判定になるんかっていう。あー、あの刑事、そそっかしそうだし。嘘でも思い違いでも、こっちには同じことっす。とにかく尋問では証言の嘘を暴くっす。オッケー、なるほどね。弁護人、早く尋問お願いします。はい。いきなり絶対絶命かよ。とにかく嘘を暴けがキーワードだな。嘘を暴けね。嘘っていうか、こいつ勘違いしてさねんな。悪気があったわけではなさそう。死体の下から見つかったメガネよりさらに強力な証拠があるっす。うん。被害者はデート中ベンチャーでから突き落とされたっす。うん。これ揺さぶるって何や？揺さぶる。揺さぶる。また！ん？名前ですか？そうっす。自分もショックだったっす。できれば信じたくなかった。鈴木真子って書いてあったんですか？ああ、なるほどね。はっきりと被告の名前が鈴木と書かれていたっす。いや、これちょっとさ、
これ揺さぶって揺さぶる突きつけるどっちかわからないけど、鈴木っていう感じが違うよな。揺さぶるでいいのこれ、マッターでいいんかな。間違いありませんか。残念ながら間違いないっす。あーまあそうやな、鈴木っていう書かれてるのは間違いない。これがその写真っす。誰が見たって鈴木っす。確かに。ちょっとなるほどさ。ええじゃないっす。確かにあれ鈴木だっすけど、言われてみればなんかおかしいような。そう違うのよ、それが矛盾っす。さあ突きつけるっす。矛盾か。とりあえず法定記録を見てみようかな。なるほどね、この時に突きつけたいんや。OK、じゃあ突きつけようか。人物ファイル、こっちでいいんじゃないかな。これを突きつけるんでいいんじゃないかな。鈴木真子っていう名前が違うぞって。意義あり。鈴木真子という名前の鈴木という字が違う。え、嘘だろ、お前。どうかしましたか。え、嘘や。え、なんだ、この感じ。気がついたら思わず叫んでいた。意義ありって。それも腹の底から大声で人差し指まで突きつけてか、うん、感じるぞ、体中に力が満ちていく。証人、なんすか。被告人の名前を言ってみてください。いやり、そんなこと何の意味ありませんぞ。おお、楽しくなってきたね。そっちもいやり使ってくるのね。とんでもない、非常に重要な意味があります。そうです。じゃあ検事さんでもいい、被告の名前を。ほら言えよ。なんですかその妙な迫力は。被告の名前ですか。鈴木真子でしょ。違うんですよ、カタカナではなく漢字でお願いしますよ。鈴木真子、違う、カタカナじゃない、漢字なんですよ。大事なのは漢字。それはもちろん鈴木真子。違和感を感じませんか。お分かりいただけたようですね。どういうことですか。この裁判長はバカなんですかね。全然わからないっす。なんでお前らわからんで、お前上司やろ、お前部下の名前ぐらい覚えてる感じで。いいですか、被害者が書き残した名前は漢字で鈴木と書かれていた。しかし被告の名前は鈴木真子です。そうです、漢字が違うんですよ。これは明らかに矛盾しています。ああ全然気がつかなかったっす。おい、なんやお前。しかしそれは、ま、たまたま被害者が正しい名前を知らなかった。意義あり。いや恋人なんでしょと。おい、恋人は漢字が間違えるはずないでしょ。こんち検事は先ほどこう言いました。被告人は恋人を殺害した罪に問われている。そう、恋人ですよ。恋人の名前を知らないはずがない。そう、間違えるはずがない。盛り上がってきましたね、アウチ。確かにその通りです。アウチ刑事。そもそも被告人と被害者の町を守る君は、本当に恋愛関係にあったのですか。そのはずです。警察庁内でも有名なカップルだったそうで。では、糸のこぎり刑事。証言してください。被告人と被害者の関係について。了解っす。本当にそうやね。恋人かどうか。鈴木自体は恋人つてないからな。うん。被害者と被告人の関係。はあ。町尾巡査と、真子巡査は半年ほど付き合っているはずっす。結婚の話もぼちぼち出ていたみたいっす。はいはいはい。事件があった日は被害者の誕生日だったっす。いつや ?10 月。ちゃう、6月8日。6月9日。忘れた。マコくん、マコ巡査はプレゼントを用意して、そのプレゼントは2ヶ月も前から準備していたっす。自分が相談を受けてから知ってるっす。受けてたから知ってるっす。はい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 。ほうほう。二人の仲はそんなに。だからこそ悲劇が起こったのですよ。なるほど。では、ビンゴ人尋問を。ちょっと待って、むずいな、これは。これむずい。これちょっとむずい。被害者と被告人の関係。はいはい。町尾巡査と真子巡査は半年ほど付き合ってるはずっす。はいはい、それはわかるよ。それは、あれやな、噂というか、ほんまにどうかはわからへんのよな、でも。うん。結婚の話もぼちぼち出ていったみたいっす。はいはいはい。事件があった日は被害者の誕生日だったっす。うん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 。ちょっと待って、事件があった日がいつなんや？
9月6日ねは被害者の誕生日、松尾の誕生日やったわけよ。はい、分かった、 OK。 まこくん、まこ巡査は、プレゼントを用意して、まこくん、まこ巡査、うんうん、そうやな、うん、そのプレゼントは2ヶ月も前から準備していたっす。自分が相談を受けてたから知ってるっす。今度はどうしましたか。今の証言に矛盾なんてあるかな。そうなんよ、わからんな。ちょっと待って、大したことは喋ってないし、ちょっと待って、お前はどうなん。付き合ってるっつって、な、恋人じゃないっすっつってんのにさ、糸のこぎりにさ相談してたやろ、プレゼントの。意味がわからん。ちょっと待って、ぐちゃぐちゃになってきたの、おい。あ、むずい。ちょっと待って。そうですね。もっと女を引き出してみたらどうですか？情報を思いっきり揺さぶる。お得意のあれっす。揺さぶるね。ちょっと待って。これ、自分が相談を受けたから知ってるっすが気になる。これを聞きたい。被告人からプレゼントの相談を。そう。まあ、自分はその、信頼されているっすから。幸せそうにもじもじしてるぞ。今度はどうしました。今の証言に矛盾なんてあるかな。大したこと、ちょっとルパイルだ、これ。なるほどね。いや、これちょっとわかった。なるほどね。結婚の話？結婚って年が8つも離れてますね。なんすか？結婚相手は同級生から探せって言うんすか？いや、これは地雷踏んだ、お前。あ、それはまずい。いえ、そういうわけでは。糸の子さんと町尾さん、一つ違いなんですよ。やれやれ、あの様子じゃ結婚はまだみたいだな。余計なお世話っす。ちょっと待って、むずい。ちょっと待って。わかんねえ。ちょっと待って。2ヶ月も前から。そうっす。けなげな女の子っす。それで、誕生日プレゼントには何を？グローブっす。グローブっすって何で、ですか？いやいや、グローブです、グローブ。野球の。あ、はいはい。グラブね。ベースボールの。被害者の町尾巡査は野球が大好きだったっす。ああ、はいはいはい。グローブね。どうなんだろう。もっと揺さぶる。これ揺さぶって意味あんの？何これ、もう意味がわからなくなってきた。揺さぶっとくか。ところでさっき証人はこう言いましたよね。プレゼント2ヶ月前から準備していたと。言ったっす。グローブを買うのに2ヶ月もかかったんですか？あー、なるほどね。確かにグローブなんてすぐ買えるようなもんやろな。うん。そんなわけないっす。じゃあどんなわけだったんですか？もちろん作らせたっす。特注で。特注？グローブを。さっす。グローブっす。グローブっすをね。お前、この裁判長変えた方がいいぞ。俺と同じくらいポンコツやで、こいつ。急にどうした？体調へプレゼントとあとは事件と関係ありませんぞ。確かに関係なさそうですね。どうなんですか、弁護人。その特注のグローブと何やら何か関係あるんですかね。いや、もちろん関係ない。いや、関係あんの？いや、関係ないと思う。さすがに。ないと思いますよ。もちろん。なんですぞ。関係ないならこんなに引っ張らないように。すいません。ちょっと興味があったもので。証人、こんな弁護人をほっといて証言を続けるように。じゃあ証人、あなたはなぜグローブのことを。ここは被告のことを随分と詳しいんですね。まあその、それは上司ですから、部下を監督する義務が。デートのプレゼントまでちょっと監督しすぎでは。じゃあなんすか、あんたはこう言うんすか。部下が万引きしても知らんぷりしろと。いや別にその意義あり。弁護人、ここは証人をいじめる場所ではありませんぞ。そうですね、この証人が被告のお尻を追っかけ回していたとしても、それは今、問題すべきことではありません。そんなこと言うなや。いや、なんてことですか。あんたのせいっす。逮捕っす。もう有罪っす。やべ、風向きが、やべ、どんどん悪くなってきてる。最初の鈴木の場面はめちゃくちゃ良かったのに。でも、あの刑事とうまくやっていきそうもないな。ちょっと待って、むずいって。やっぱここか。グローブを2ヶ月前から準備していたっていうのが、ここに引っかかりがあんのかな、なんか。これでもさっきあったもんな。グローブを作った2ヶ月前から、なんでやってた、特注だからだっていうのをね、話してたから。とりあえず、
関係はないと思っちゃったよね俺。もしかしたら関係があるかもしれない。特注で作ることをグローブを、グローブは結局渡したんかな。もうわけわからなくなってきた。おい、わけわからなくなってきた。むずこのゲーム。もちろん関係あるで、ここでこのもちろん関係ないにしちゃったよね。そんな、それさっきは、そんなの僕にもわからないけど、もちろん関係があります。そのグローブこそがこの事件の鍵を握っているのです。出た、何の根拠もないハッタリ。おい、バレてるやんけ。おい、何の根拠もないハッタリって。やっとなるほどさんらしくなってきましたね。好き、嬉しいっす、痺れるっす、感激っす。揺さぶるか。そういえばこうやってビシバシ人に突っ込みまくっていたような気もするな。わかりました、そこまで言うならもう少し話を聞いてみましょう。実は持ってきてるっす、そのグローブ。おっと、話がこれで展開していくんか。それなら恥が早い、早速提出してください。事件とは関係ないと思ったものっすから。これっす。まだ随分派手に黄色い、まだ随分派手に黄色いグラブ、グラブですね。グローブ、特注品ね。被害者の町尾巡査は、それは黄色が好きだったっす。だからわざわざ特注で。ええ、そうなんです。それにもう一つ。ん？そこまで。これではっきりしました。被害者と被告はやはり恋愛関係にあったらですね。そこなんよ。え、ほんまにあったの？その通りです。しかし、そうなると気になることがあります。そうなんですよ、そこなんですよ。ちょ、わけわからなくなってきた、ちょっと。この鈴木という文字、本当に被害者が書いたものなのか。かしこまりました。その文字について詳しく証言してもらいましょうか。了解っす。いやー、ちょっと難しいね。難しくなってきたね。被害者文字について。うん、残した文字。我々はまず残された文字の、筆跡を調べてみたす。残念ながら被害者が書いたとは断定できなかったっす。うん。次に我々は被害者の人差し指を調べたす。爪の間に砂粒が挟まっているのが発見されたす。人差し指の腹にも文字を書いた際の擦り傷が。以上のことから被害者は右の手で、あの字を書いたことが断定できるっす。ふむ、確かにそう考えると自然でしょうね。では、弁護人尋問お願いします。はい。くぅ、ちょっと待ってよ。これは無事ぞ。残された文字、筆跡はね。ここかな、ちょっとここ揺さぶってみようかな。断定できんかった。なんだ、結局できなかったんですか。なんだそうなんすか。いや、それはお前が悪いわ。なるほど。我々を舐めてもらっちゃ困るっす。できないものは無理。それが科学捜査の基本っす。初めて聞きました。私も。僕も。警察学校じゃならなかったっす。自分の持論っす。とにかく。まあ無理なんか。うん、次に我々の人差し指を調べたっす。人差し指ね。これは違和感ないね。爪の間に爪つぶ。これも、砂粒ね。それはどういうことですか。つまり、その指で実際に文字を書いたってことっす。そうですね。だから、爪の間から砂粒が。なるほどね。まだまだあるっす。オッケーオッケー。一個ずつ揺さぶってた方がいいかな、この感じや。このゲームって、今思ったけど。うん。擦り傷ですか。そうっす。ま、もちろん、肉眼では見えない小さな傷っす。はぁ、すごいですね、それは。そうっす、すごいっす。科学操作っす。虫眼鏡のすごいやつ。なんかこう、核っぽい名前のあれを使って、こいつほんまに警察な。顕微鏡ですか？そう、それ。それで見つけたっす。おい、ほんまにこいつ。こいつほんまに警察系？すごく嬉しそうだな。以上のことから被害者は右手であの字を書いたと断定できるっす。間違いありませんか？科学の力を信じるっす。これで証拠は十分なのかな。こうして証言だけ聞いてると、あの文字被害者が書いたとしか思えないな。でもそれはどう考えても変っす。もし町尾さんが右手であの字を書けたのなら、プレゼントを用意するのにあんな苦労しなかったっす。どういうことやそれお前。プレゼント、え、なんで。ここでちょっと一回突きつけてみようか、グローブを。意義あり。証人、これを見てください。それはグローブっすね。こいつの特徴を言ってもらえますか。そんなの考えるまでもないっす。妙に黄色い。これに尽きるっす。そう、確かに黄色い。まずそれが一点。まず、実はもう一点あるんですよ。なんですかそれは。簡単なことです。左利き用なんですよ、このグローブは。え？
あ、ほんまや。野球ってそうか。え、待って、野球ってさ、あ、そっか、右利きの人は右でボール投げるから左にグローブつけんや。俺さっき見たんや、これ右利きか左利きかなって確認したんやけど、自分の中で。え、でも右手にはめるやんと思ったから右利き用とも、右利き用やと思ったけど、よう考えたら、左利きでな、左利きの人は左で投げなあかんから、右手でキャッチするんや。で、左手で持ち帰って左利きで投げる。右利きの人は右手でボール、左手でボールキャッチしてグローブで。で、右手で投げる。そうか、グローブじゃ投げれへんもんな。うわぁ、ほんまや。左利き用なんですよ、このグローブは。左利き。ふむ、確かに。これは右手にはめるようにできているグローブですね。だから特注だったんですよ。ここまで黄色い、しかも左利き用のグローブなんてなかなか売ってません。まあ確かに。ところで証人、被害者はどっちの手で文字を書いたんでしたっけ？そんなの決まってるっす。写真を見れば明らか。あれ、お忘れなく、被害者は左利きだったんですよ。ああおう、なよお前、ハムカンか、これ。これはその、とにかくあれです、意義を。は、お前出しゃばってくんな。お前、却下します。なるほど君、つまりどういうことになるんですか？結論は一つです。左利きの人間が右手でメッセージを残すはずがないんですよ。つまり鈴木と書き残したのは被害者ではなかったんです。盛り上がってきました。静粛に。さ、確かにそういうことになります。この文字は被害者が書いたものではなかった。じゃあマコ君は、そんなバカな。青内刑事は、はあ、検察側の証拠は被告の有罪を立証していません。それどころか無実を証明してるじゃないですか。うぐわー、やった、なるほどさん、最高。鈴木、もう惚れまくりっす。どうやら結論は出たようです。また一つお手柄ですね。なるほど君。え、僕ですか。ははあ、それはどうも。また褒められちゃいましたね。だからやめられないんですね、弁護士。冗談じゃない。もうゴリゴリだよ。記憶はいつ戻るんでしょうか。では判決を言い渡したいと思います。被告人、鈴木真子に。おい、ちょっと待てって。てかこれさ、無実にしたとして誰が殺して。ちょっと待っていただきたい。お待ちください、裁判長。うえ、なにこの BGM の盛り上がり。何ですか、青内刑事。おいおい、検察側の立証はまだ終了しておりません。おい、このゲーム最高におもろいやんけ。盛り上げ方うますぎやろ。何ですって。検察側は次の証人を紹介したいと思います。おい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 、一体その証人は何を目撃したんですか。被害者が突き落とされた瞬間、ああ、それは決定的すぎます。さらに突き落とした犯人の顔の借金を見てるのです。ああ、もう終わりやん、こんなん。終わりやん。なんやこれ。今までのこの、こいつの、糸のこぎりの証人はいらんやん、こいつ。そいつだけ持ってきたよ、こうやって。では、ここで一度休憩を取りたいと思います。その後、その証人の証言を聞くとしましょう。このまま終わろうなんて、やっぱり甘かったか。この休憩時間で集めるんだ、少しでも多くの情報を。本当の勝負はこれからだ。では、これより休憩に入ります。いやー、ちょっと待って、休憩か。いやー、面白い、このゲーム。おっと？おい、お前！完璧にこいつじゃん。おい、一時首踏んだバカは首折るぞ、マジで。いや、マジか。